はい、ラフルズホテルさんに着いた。グラブタクシー良かったよ。良かった良かった。ラフルズホテルが止まってる。すごい。見て。ラフルズ、10年ぶりに来たね。ラフルズホテル。10年ぶりに来ましたよ。もう相変わらず素敵すぎます。朝のお散歩に来たんだけどね。すごい、もうドラマンとかも分かってるからこいつ止まんねえなみたいな感じだった。そりゃそうだろう、そうだろうよ、すいませんよ。いやー、ちょっとね散策していきたいと思います。多分このね白い壁とか全部塗り替えられててめっちゃ素敵なんですよ。ロビーとか入っていいのかな。とりあえずショップの方に行ってみようかな。ショップの方に行ってみます。もうすごいね、めっちゃ綺麗。コーヒーとか飲めたらいいな。いや、こんなとこなかったですね。前はここはなかったぞ。ここいいな。ここはなかったですね。ここなんだろう。バーエントランス。新しいバーみたいなのできてるよ、うん、これなんかレストランですね。こんなの本当に結構なんかここら辺割とね古い感じだったんですけども、それが全部改装されて、ここが中がロビーですね。すごい素敵じゃない。もう上がる、超上がる。泉とかもでもなんかやっぱ新しくなってんね基本。すごいわ。あの前もねこんな感じではあったんですけど、こういうなんか鍵のとことか今ねちょっと人が映ってたからね、ちょっと大丈夫かな、うん、こういうねこういう細かいとこの金具とかまでめっちゃ綺麗になってる。あの立て付けが10年前来た時はなんかこういう趣なんだけど、こういうとこのさあの立て付けとかさ、ドアの立て付けとかが悪くなってたんだよね。さすがに歴史あるホテルだからね。それはそれでなんか趣あって素敵なんだけどさ、いややべえここいや今回も本当にコスパ旅とこのラフルズホテルに来てみよう編だったので、いやそうで、あの今ここは、ショッピングアーケードの方に私は今いて、そうなんです。ここは誰でもフリーに入れるし、ツアーの人とかも、ね、多分昼とかは多いと思います。朝はね誰もいないけど、私毎朝来ちゃうよここおいみたいなそう、こことかもね、ここ懐かしいな。すごい素敵でしょ。そう、ここがなんかね、みんなね、ショップになってるんですよ。アクセサリー屋さんかな？ね、こんな感じで。アクセサリー屋さんですね、ここは。ずっとあの昔のね、なんかこう、イギリスとかのショップみたいな感じで、ずっとショップが並んでて、で、こっちはこういうグリーンの、あのね、こういうところのグリーンのね手入れがねめっちゃいいんだよ。そう、それはもうあの古い時から変わらないけど、今もう
さっきも言ったなんかちょっとあ古くなってんなっていうところが本当に全面的に改装されてていいですね。多分夕方とかまたあそこでお酒飲めますね。いやということでちょっと探索しますよ。めっちゃいいもの見つけた。ハッピーアワー10ドル安いじゃない。シンガポールで10ドル安いぞ。いやこの範囲のさここの奥でね多分飲ましてくれるんだと思うんで、ここで10ドルで飲めたらもう最高ですね。ということで私は夜また来ます。はい、この辺が、シティホールの周りですね。ラフルズホテルから歩いてこれるぐらいの感じのとこで、今ね、こういうなんか私の好きなコロニアル調の建物がたくさんこの辺りは建っております。面白いね、このコロニアのすぐ後ろに高層ビルみたいな、これがなんかシンガポールっぽいなと思いますね。ちょっと10年前に比べるとね、だいぶね、こう後ろ見てもらったら分かるみたいに、すげえビルが建ったんだよね。バンコクもそうだけど、シンガポールもどんどんさ、発展してって、そんな感じになってるので、正直ね、あのビルの谷間のとこに入ってしまうと、地理が全然分かんなくなるのね。だけど、この辺りだったら、結構、左手にはマリーナベイサンズが見えますね。とってもいいとこでして、あの真ん中の前に張る橋がアンダーソン橋ですよ。あそこを渡ると、あ、見えてきました、ザ・フラトンホテルですね。一番最初に来た時に私ここに泊まったぞ、フラトンホテル。なんか今ね、前からもそこそこいいとこだったんだろうけど、今なんか改装されて結構高級ホテルになってますね。この橋を渡って、マリーナの方に行きたいと思います。シンガポールフライヤー、綺麗でしょ。ちょっと朝のね、マリーナベイサンズの景色なんかも見れるんじゃないかと思いますよ。朝のお散歩にはすごいおすすめです。マリーナベイサンズ夜景も綺麗だけどね、朝もね結構綺麗ですよ。あと朝人が少ないのでだいたい、あそこの赤い目の前に見えてるあの赤い屋根のここはスタバですね。スタバックスなんで夜景とか朝ごはんとか食べられる方はそこでもいいんじゃないかなと思います。で、マリーナベイも綺麗だよね。そう、なかなかね、この橋のこういう景色見れないので、ぜひ皆さん、この辺来たらこの辺歩いてみるの、すごいね、緑が綺麗だなっていうのがよくわかります。で、実はね、さっきのね、アンダーソン橋渡ったらもうすぐね、マーライオン公園なんです。そうです、マリーナベイの方に降りたらマーライオン公園、ちっちゃいマーライオンさんと大きいマーライオンさん、はい、いますね。みんな写真撮ってるし、なのでこの辺は本当にずっと繋がってて、このままずっと行くとあっちがマリーナベイサンズだから、写真撮ったりするのもいいし、観光にも本当に散策するのにめっちゃこの辺いいですよ。ラフルズからこの辺まで歩いてね、多分20分ぐらいだけど、結構景色が綺麗だから割とそんなにかからずに撮れます。ただ逆に地下鉄乗るとこの景色見れないのでもったいないかもしれないです。夜もすごいライトアップしててね、
されてて綺麗なので夜もちょっとどっかで一回行きたいと思いますね。ということで暑くなってきたよ。暑くなってきたのでホテルに帰ろう。ホテルのプールだな。ということで後ほどプールで、バイバイ。